ボガバーバイー嘘ですから、嘘ですからはい、今回はサジャをやっていこうと思います。サジャなんですけども、ヤンとニャーとサジャ、この3つは初心者の方がつまずきやすいですので、頑張っていきましょう。サジャなんですけども、そんなに難しくはないです。意味として覚えるのは4つだけです。4種類だけ。何々してばかり何々だけのサジャ、これ1つ目。疑問詞プラスサジャ、2つ目。服装を表すサジャ、提案アドバイスの時のサジャ、この4つだけなんです。まあ今は分からないと思いますけども、これを全部、この動画でお伝えしようと思いますので、よろしくお願いします。まず何々してばかり何々だけのサジャ、1つ目見ていきましょう。デフィナーマカンロッティアジャ、デフィナーマカンロッティアジャ、はい。デフィナはロッティパンを食べてばかりです。このばかりがアジャなんです。はい、サジャじゃでも OK です。ただよく省略されます。アジャに省略されます。デフィナマカンロッティアジャ、デフィナはロッティパンを食べてばかりですという意味、これ一つ目。でもう一つ、ディシニアダドゥアイコルクチンサジャ、ディシニアダドゥアイコルクチンサジャ、ディシニここに、アダいる、ドゥアイコルクチン、ドゥアイコルは2匹、クチンは猫なのでドゥアイコルクチン、2匹の猫だけいますという意味になります。はい。で、ハンニャがね、ここにハイの場合があるんです。ハンニャというのは何々だけ、つまりサジャと似たような意味なんですけども、ハンニャとサジャはよくセットになります。サジャは何々だけという意味なんですけども、ハンニャが入るとた、まあ、しかないか、たった何々しかないみたいな、そんな意味がになります。ハンニャだけでも OK なんですよ。ディスニーハンニャアナドワイコールクチン、これでも間違いではないです。よくセットになったり、サジャだけついたり、はい。なので、リスニハンニャアダドゥアエコルクチンサジャ、ここには2匹の猫しかいません。より、より強く言ってますね、何々だけっていうのを、はい、たった何々しかいないみたいな感じです。はい。で、このハンニャはカジュアルな場面ではチュマと言います。リスニチュマアダドゥアエコルクチンサジャ、はい、これでも同じ意味です。よりチュマの方がカジュアルですね。まあチュマンという人もいますけど、どっちでも OK です。チュマンの方がカジュアルかな。カジュアル、はい、チュマン、リスニーチュマンダドゥアイコルクチンサジャみたいな、はい、チュマンの方がカジュアルですね、はい。で、サジャはドアンとも言うんですよ、うん、これジャカルタ弁じゃなかったかな。わかりましたけど若者がよくね、そうそう、うん、サジャで何々だけという場合はドアン、ドアンということもあります。ディスニーチュマアダドワイコルクチンドワン、はい、ドワンも何々だけという意味です。まあでも基本形としてはもうサジャを覚えておくと、でよくハンニャとサジャはセットになるということを頭に入れておきましょう。はい、では次、疑問詞プラスサジャを見ていこうと思います。疑問詞いろいろやってきましたよね。アパとかバカイマナとかマナとかいろいろやってきましたけども、疑問詞とセットになるケースがあります。よくセットになるのはアパとか、アパがアパサジャで何でもという意味になります。例えばアパサジャボレ、何でもいいよという意味。シアパ誰、シアパサジャピンジャンブクディプロプスタカー意味、シアパプンで誰でもという意味。ピンジャンブクで、本を借りることができるこの、プロプスタカー図書館で、そういった意味になるんです。誰でも、あとはカパンサジャとかもいけるね、よく聞きますね。カパンサジャカムボレタタンクスミ、いつでも君はここに来ていいよ、そういった使い方ができますと、はい、よく聞くのは本当にアパサジャとシアパサジャとカパンサジャ。アパサジャは何でも、シアパサジャは誰でも、カパンサジャはいつでも、この3つをちょっと覚えてほしいなと思います。はい、自分で文章を作ってみてくださいね。はい、そして複数を表すサジャ、これよくプルギクマナサジャが多いかな、うん、あ、はい、クマナサジャがね、よく使われるんですよ。まあ、このマナも一応疑問詞です。クマナサジャ、複数を聞くってどういうことと思うかもしれないんですけども、例えば日本に旅行に行ってきたインドネシア人がいたとして、その人にカモプルギクマナサジャディジュパン、君は日本でどこに行ってきたのという意味なんですけども、この場合どこに行ってきたのっていうのは一箇所のことじゃないじゃないですか。例えば東京に行ったとしたら、東京で東京タワー行ったり、スカイツリー行ったり、まあ、ディズニーランド行ったり、表参道原宿行ったり、うん、複数のことを聞いてる、そういったニュアンスがサジャに含まれるんです。
あとなんかレバーある？うーん、よく聞くのは熊田サジャなんですけど、そう、うん、サマシヤパサジャ、あ、そうか、デンガンシヤパでしょうか、あー、カモ、デンガンシヤパサジャ、プルギーク、ビオスコ、はい、例えば映画館に誰と行ったんですか、まあ疑問詞プラスサジャなんですけども、この場合のシアパサジャも誰と誰と誰で行ったの、うん、友達、まあ一人かもしれないですけど、この場合は複数を聞いています、複数を聞いてると、シアパサジャ、デンガンシアパサジャ、誰と行ったの、ただこのサジャに複数の意味が含まれる、ニュアンスが含まれるということがあります。はい、ここも覚えておきましょう。で、このここまではね、結構皆さん理解できると思うんですよ。はい、ただ提案アドバイスのサジャ、これがちょっとややこしいんですね。よく教科書とかでは協調って書かれるんですよ。協調、何のこっちゃわからないですよね。協調って言われても便利な言葉なんですよ、教える側からしたら。多分協調って言っとけば何か伝わるかなと。例えば提案アドバイスのサジャで、よく、例に出すのは、ハロカモマスカンギンティドルサジャリルマ、はい、この場合は提案アドバイスのサジャなんですね。カロカモマスカギン、もし君が風邪をひいていたなら、ティドゥルアジアディルマ、家で寝な、家で寝たらええやん、この家で寝たらええやんのええやんの部分がサジャなんです。はい、提案アドバイスしてますよね。カロデフィナラッパ、sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPT N2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah-tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silakan cek website kami ya.